リヒャルト・パウル・マックス・フライシャーはドイツの画家である。植物学者としては東南アジアの戦隊類に関する著書などを執筆した。シレジアのロープンに生まれた。ブレスラウで美術を学び、1881年に美術教師の資格を得た。ミュンヘンやパリで修行するうちに自然科学に興味を持ち、1881年にチューリッヒに移り、地質学を学んだ。 1890年代の後半に、オランダの植物学者、メルヒオール・トロープに、博物画家として招かれ、ジャワ島に渡った。美術的な仕事のほかに、植物採集を行い、ジャワの戦隊類の研究を行った。ジャワ島に数年、滞在した後、ニューギニア、オーストラリア、ニュージーランド、南アメリカを訪れて、1903年にドイツに戻った。 1908年から1913年まで東南アジア海岸を採訪し、主に仙体類を採集し、そのタランやジャガの植物を採集した。1914年からベルリンの博物館で働き、3年後にベルリン大学の植物学の教授になった。1925年にもにカナリア諸島で研究した。 M フライッシュは植物の学名で命名者を示す場合にマックスフライシャーを示すのに使われる。ありがとうございます。